2023年8月3日木曜日21時、オトパレ動画再開しました。はい、どうもこんにちは、オトパレです。お願いします。この動画が流れているところは、今は2023年8月3日23時じゃねえや。こういう風にカーソル合わせて喋ってるんですけど、ただいま6月16日金曜日でございます。いやー、長らく皆さん本当にお待たせいたしました。多分最後にさ、動画出したのいつだっけって思って、多分数ヶ月前だと思うんですよ。今年は多分出したと思うんですけど、1月2月ぐらいじゃないかなって思うんですよ、最後に出したのが。だから約半年ぐらいと無断でお休みしてしまって、しかも長期間本当に大変申し訳ございませんでした。これからちょっと気を引き締めて頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回ですね、これから再開しますっていう動画なんですけども、前回多分方向性変えますとかって言ったんですけども、どんな風にね、動画をちょっとこれからやっていこうかなっていうのを少しだけちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。一応演奏してみた動画は今まで通りやります。で、解説動画ですね。意外とね、この解説動画ね、こんな風に演奏すればいいんだなとか、なんか、リコーダーってなんか、そういう風に歌うように演奏することもできるんだなとか、そういうお声もあったりとかしたりとか、あと楽譜を買っていただいたりとか、生徒さんも実はちょっとそれで増えたりとかして、本当に、ありがとうございます。リコーダーってただ吹くだけじゃなくて、リコーダーってなんかね、その吹くって表現よりもなんか歌うって表現も実はあるんですね。こういう風な歌い出し方でちょっと吹いてみみたいな、そういう風に言う時もあるんですね。だから意外と歌とリコーダーって全然関係ないってこと全然ないんですよ。それはどうしてそういう歌い方をしてるかとか、それを歌詞を見ながら解説とか今まで通りやって、でそれをじゃあリコーダーに置き換えたらどんな風に演奏するんだいみたいな、そういうのをね今まで通りちょっと説明していこうかなと思っております。あとそれはやります。で、あともう一個はですね、ミニチュアと開封動画ですね。あんまり実は出してないんですけども、の開封動画あるじゃないですか。それもねちょっと若干変えていきます。それとは別にもう一個自称点を実は当て始めました。それがですね、カプセルトイと言われるものですね。別名ガチャガチャと言われるやつです。それなんですけど、それをね解説動画、解説動画何の解説やねここでちょっと喋らせてほしいんですけど、うちね実はミニチュアを使ったうち夢があるんですよ。多分いろんなものを開封、これから多分どんどんしていくし、今までもどんどん開封してきたんですけども、そのミニチュアたちを使ってなんかね、ストップモーションとか、ストップモーションとは言わなくとも、ミニチュアを使ってなんかちょっとしたなんかショートムービーみたいな、なんかお話が作れたらなって思ってるんですね。そこはハンドメイド企画あるじゃないですか。あれもちょっとね説明お話ししていこうかなと思います。なんでこの3つの3本柱でね、ちょっと今後はねやっていこうかなと思います。相方マトゥのなんか企画イエーイみたいなやつは、そういうのはなんかみんなでわちゃわちゃする系の動画っていうかチャンネルのアドクリのとこは身を任せようかなと思っております。それとは別に、皆さんで一緒になんかリコーダーを構えて皆さんで演奏してみた動画やってみないかベイベイというね、そんなねちょっと企画をね、動画をちょっと今考えておりまして、はい、というわけで今回ですね、この演奏してみたミニチュア開封動画、ハンドメイドキットチャレンジ企画、この3つでね、今後オトパレット3本柱で今後やっていこうかなと思っておりますので、お楽しみくださいませ。チャンネル登録、高評価の方、まだまだしてないよって方はぜひしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。というわけで本日も見てくれてありがとうございました。